先月30日、兵庫県宝塚市で宝塚歌劇団の空組に所属する俳優の女性が自宅マンションの敷地内で死亡しているのが見つかり、警察は自殺の可能性もあるとみて調べています。歌劇団はこれまで宝塚大劇場での空組の公演をあさってまで中止すると発表していましたが、弁護士らによる調査チームの聞き取りなどが続いていることから、 来月5日までの公演をすべて中止すると発表しました宝塚歌劇団は生徒が安心して舞台に立ちお客様にご感激いただける環境が整うまでは公演の再開は難しい状況と考えていますとコメントしていますまた来月10日から始まる予定だった雪組の公演についても来月23日まで中止するとしています